はい、こんにちは、トールと申します。本好きの下剋上の第34話について感想を共有していきたいと思います。今回はすごい緊張感のある回でしたね。新店長の企みによってディルクとマイン、それからきっとデリアにも危機が迫ってると思いますし、最後には明確なね事件が起きてますので、最初から最後までかなり手に汗握るスリリングな展開だったと思います。これは個人的には結構第1期のその新店長の保護者面談、と同じぐらいねスリリングな展開を楽しむことができました。それではアニメ視聴者視点で感想や注目ポイント、これまでの描写とのつながりなんかについて話していきますので、よろしければお付き合いください。今回の話は色インクの開発と、それからディルクとデリアの話、そしてですね、マインのことを狙っている貴族の動きっていうところが並行して書かれながらもすごく面白く噛み合っていたんですよね。特にですね、見どころとしてはですね、貴族の戦い方というか、新館長と新殿長の攻防ですよね。はい、マインの、ね、弱点になりそうなものをね、全部守ってくれようとしている新館長の動きと、そしてですね、マインのことを取り込んで利用してやろうと他の他領の貴族とつながることによってですね、新館長やマインに打撃を与えたいと思っている、新殿長のね、攻防っていうのがですね見えて面白かったですね。はい、でここで他領の貴族を引き入れようとしていた新殿長ではあるんだけど、それを門番のところでね、新館長がガードしてくれていました。おそらく領主にね掛け合ってくれたのかなというふうには思われますが、これでいろんなこう答え合わせになってましたね。こういう体制が取れていたから、新館長はマインに、自宅に戻っていいって言ってくれたんだろうなみたいなことが、答え合わせになってたのかなとは思います。はい、実はもっと複雑な、事情があるとは思うんですけど、ともあれですね、なんか他領の貴族が捕まってない状態で自宅に帰っていいって言ってもらったのはそういうことなんだなっていうところで、実際にちゃんとその門番によるガードが機能していてね、マインのことを確保して守ることができました。ただですね、やっぱりね、今回で言ったらデリアがね、話を通していたことでつけ込まれてしまいますね。マインの安全のためにね、安全確保ができていたんだけど、それとは別にですね、ディルクがね、手薄になってディルクが確保されてしまう形になりました。はい、おそらく新殿長ですね、マインがその他領の貴族を引き入れて、でマインを頻繁に呼び寄せようとしていたっていう話だったので、その場で多分養子縁組をねしてしまおうと思ってたんでしょうね。ただマインがですね、それこそ隠されてしまったりだとか、それから呼び出しをねうまくできなかったりして、一番やりやすいディルクの方をね確保したのかなというふうには思われます。はい、ただね、ちゃんとガードはしてくれていたのでめちゃくちゃ怒っていましたよね、彼はね。はい、この辺のね攻防がねよく分かりつつも、今までの流れが想像できる形になっていて良かったと思います。結果的にですね、結構強引なね大胆なことをしましたよね。他の貴族をその紹介状を勝手に書いて引き入れようとした時に厳重注意を受けてですね、めちゃくちゃ怒っていたんですけど、今回はですね許可証を偽造してまで貴族を引き入れているので、かなりの強硬手段になっています。これはおそらくですね決着がつく流れにはねなってるのかなとは思われますので、今回の目玉はねその部分かなと思います。はい、でそんな攻防をですねやりながらもですね、マインはですねまた別のことをしてるわけですよ。はい、ある意味マインは預かり知らぬというか把握できない部分には、なっているので、マインは自分の仕事を進めていきます。はい、結構ねベンノさんのレストランがちゃんとできていってますね。なんだかんだでできていってます。レストランのところに扉がつきって言っていましたけど、そうですね、新しい建物を建てたりだとか工事とかする時っていうのは、ずっと扉が一番頻繁にね、物を出し入れしたりだとかですね、それからですね、なんかいろんな人がね出たり入ったりするので、扉って工事したり改装する時って仮の扉を設置して、で、大体の内装が全部完成した後に最後に出入り口の扉をね、ちゃんと綺麗なものを取り付けるっていうね、そういう手順なのかなとは思いますね。はい、なんかうちの近くのね家が最近ね工事しててですね、そんな様子が見えました。はい、そのわけでですね、レストランができたのでジルベスターとなんかベンノさんが話してたじゃないですか。その辺りはちょっとどうなったのかは分かりませんが、ともあれレストランがオープンしてですね、もしかしたら貴族の方にね、なんかデリバリーサービスするかもしれませんね。はい、Uber で貴族まで料理を運ぶ仕事がはそれは無理かな。はい、そういうなんかルートができるかもしれません。そう考えるとですね、ちょっとね、保存食みたいなのも、開発してほしいと思ってしまいますよね。だって金属加工のヨハンがいるんでしょ。缶詰作れるんちゃうかなと思うんですよね。まあちょっとそれは置いといて、ね、今回は鈴を、作っていましたね。はい、これはですね、まあ、金属加工ですから、おそらく鈴に近いような材質もしくは鈴で、まあ、そのまま鈴を作ってくれたんでしょう。はい、空洞にした、金属の器に、中にですね、何か音の出る玉を入れることによってですね、まあ、高い音が鳴るという形になってました。で、音が出て動くものをですね、赤ん坊っていうのはですね、こう喜んでですね、追う形になりますので、まあなんで泣いてたのかちょっとね、まだわからないんですが、ともあれですね、マインはいいお姉ちゃんになるためにですね、弟のためにいろんなものを開発しています。ただこれって延長線上を見るならマインの作ったものの商品としてね、売れるものですので資金源にちゃんとなると思いますし、また色インクに関しては特に2年後のね準備にもなってますので、全て非常に有意義なね活動とも取れます。そう、マイン別にその自分の機器を無視して遊んだり好き勝手してるわけじゃなくて、いや気持ちそういう風に見えるね絵にはなってる時はたまにありますけど、それはそれとしてですね、自分の身を守るためのね、資金源とかですね、そういったところがですね、進んでいるという風に考えると、彼女は彼女なりにですね、真剣に生きるための行動をしていることになります。そしてですね、おっと次行く前にですね、やっぱりね、ここですね、はい、今回色インクの定着液が完成しました。なんか料理してる、僕感じにもなりますけど、これをおそらく混ぜることによってですね、インクが色あせない、そしてインクを重ねても黒くならないということですね、問題が解決しました。このね、原理はわからないけど問題は解決してるっていうのが、この世界において今までいろんな人が暮らしていたから、すでにその問題を解決してる人って存在してるよねっていう、この世界観の土台の強さなんですよね。うん、なんか異世界ものを描いた時に、なんか主人公がね、発見して解決すぐするみたいなのよくあるんですけど、じゃあその問題って今までこの世界で長く暮らしていて、職人とかもあるし、ね、そうやって生活の中に取り入れられてた習慣っていう中で誰一人今まで解決した人いなかったのっていうと、それはそれで不自然になるんですけど、このね本好きの下剋上においてはもうすでに解決してる人たちがいるよと。ただその技術がそれぞれ職人の中で秘匿されていたから共通認識になっていなかったんだよっていうところの落としどころとしてね、やっぱりねこの骨太な世界観の描き方がね徹底していてよかったと思いますね。で、それに対して残念そうにね思ってるハイディ、ここでねちょっと良かったのが、そのハイディの髪の色とマインの髪の色がね、この混ざって黒くならなかったねインクの色にね、繋がっていてですね、この辺良かったですね。そしてハイディの気持ちを汲み取った上でですね、ハイディに研究していいよという、そういうマインは良かったと思います。これ基礎研究必要ですよって前に言ってましたけど、そうなんですよね。なんか基本的になぜだろうとかの好奇心でですね調べたことが後々商品のね発展とか開発につながったりするのはよくありますので、この辺りこうハイディをうまい具合にマインが操ってくれたらいいなと思いました。はい、でねやっぱね今回マインの成長結構見られたんでね、その分ねハイディがすごく昔のマインっぽくっていうか、まあ今のマインもこんな感じなんですけど振る舞ってくれてですね、マインが前に逆にこう釘を刺すような、映像になったりしてます。このね特に今回結構マインはマインなりにですね気が利いた行動をしてる分、なんていうかこのトンチキな行動をする、トンチキ部分をこのハイディがやってくれたのはね良かったと思います。それこそ赤ちゃんができたことによって守られていたマインが守る立場になったりだとかね、本当に自分の趣味のために暴走していたマインがちょっと周りを気にするようになってた描写なんかが増えていったことによってですね、今までマインにやっていた行動をさせるようなキャラクターがね、置かれてきて、ちょっとマインの成長なんかも見れてね面白い部分にはなってますね。はい、そんなわけで、グーテンベルクのメンバーをですねマインが勝手に、設定していました。はい、ヨハンが金属活字で、紙を作るのはベンノさん。ちなみにこれインクの協会のね会長にもなったんだとするとですね、まあ言ったら基本的なインクに関してはベンノさんもやる形になると思います。そして、まあ販売するのがルッツということになりました。ポジション的にはまだ想定、まあなんか他の街とかに売りに行くとかね、そういう流れまではなってないんで、まあ少なくともこの都市の中で本を売るのはルッツになりますし、将来的にはですね他の場所にですね本を流すような役目にもなると思いますんで、なんかすごくルッツのなんか将来の夢を叶いに行ってる感じね、しますよね。はい。そして、ハイディとヨーゼフがですね、イロインクの開発をしてくれる形にはなってました。またですね、そういった開発の中でマインは今度ガリ版印刷に関しても話を言っていましたね。そう、ガリ版印刷っていうのが、これは活字と違って絵とかイラストとかね、そういうものをですね、大量印刷するときに結構便利なんですよね。そういう意味で言うと、まだグーテンベルクのメンバーにはないんやけど、入ってないんだけど、絵を描いたりねする、まあ言ったらビルマみたいな、そういう役割の人たちっていうのが今後ね、グーテンベルクのメンバーに入ってくるかもしれません。ちなみにガリ版をね、一応マインがその開発するって言ったんでね、ちょっと様子を見ようと思います。はい。紙に色を染み込ませて削ることによってね、その隙間をインクが通して大量印刷が可能になるという、そういうガリ版印刷になってまして、で、これに関してはね、ギルにねメモをお願いしますよって言ってたので、そういう意味では前回の色インクに関しては僕はギルがメモしたのかなと思ったんですけど、あれは、ギルがメモしたわけではなさそうです。ギルが多分色混ぜとかを行って、マインかそれ以外のねそば、使いの人がメモしたということになると思いますね。で、ギルの所持版についてもですね、作ってくれていました。多分ね、このね所持版の製法の発展系としてガリ版印刷のねガリ版の原子がね作られるんじゃないかなというふうに思われますので、この辺楽しみですね。でやっぱり今回そうなんですけど、ギルはちゃんとルッツのやることをよく見てるんですよね。ここは良かったと思います。いろんなシーンでルッツ側の後ろについてルッツのやってることがよく見えるように、ただ視界の中にマインが入るような、位置でですね、常に見てるところはね、やっぱりギルのね成長が今度、感じられる部分で良かったと思いますし、今回ちゃんとギル側にもスポットが当たっていたのはね良かったですね。あとですね、今回話の中に出てきたインゴさんなんですけど、この人だけちょっと振り返っておこうかなと思います。まずですね、この人は木材加工のね職人です。木工職人ですよね。で、木工職人関係で言うなら、19話にマインがカルタを作ったんですけど、個人の子たちのために。で、この時の加工はですね、別の職人さんにお願いしています。はい。で、そこの工房っていうのが、ルッツのお兄ちゃんのジーコお兄ちゃんが働いてる、工房だったみたいなんですけど、カルタを作った後にですね、マインっていうのは木版画を作ろうとしたわけですよ。で、木版画を作った時にですね、なんか手が足りなかったか、忙しかったみたいな感じで新しい工房にお願いするんですね。で、この工房っていうのがカルタを注文した工房のね、から言ったらその独立したね、人でですね、この人がインゴさんということになるわけです。独立した若い親方に木版画の板をお願いしたと言っていました。はい。この方がですね、おそらくいろんな木材加工にね今後つながってくると思われます。ちなみにですね、そのカルタを注文した工房に行った時にはですね、ジーコお兄ちゃんはまだルッツのことに協力的じゃなかったんですけど、この時点で木版画の時点ではルッツは家族とね、仲が戻っていたので、このタイミングでですね、木版画のねビルマの解体を削ってくれてるのはジーコお兄ちゃんってことになってますね。はい。この辺ちょっとね仕事の取り合いになってなかったらいいなと思うんですけど、ちょうどそのタイミングでマインがその将来的には印刷機があったらいいねみたいなことを言っていましたので、はい、インゴさんに印刷機の制作を頼むことになると思います。マインのその予定図においては基本的にね木で作られているものになっていたと思いますし、実際に木版画の板と、それから木版画を印刷するためのね道具っていうのはインゴさんたちが作ったというふうに考えられます。ちなみにですね、印刷機に関しては圧搾機を改良してっていうのを話をしてたので、もしかしたら金属加工の方との共同作業になるかもしれませんし、部品だけをそれこそヨハンの方のね工房にお願いすることになるのかもしれません。はい。そんなわけでね、まだまだ今後関わってきそうな気がしていますし、あとこのグーテンベルクのメンバーでその増えそうな内容っていうなら、どこまでかはわからないんですけど、そのフリーダが言っていた時に、その想定とかは別の職人にお願いするとか言ってたし、あと糊を使わずになんか糸でね、生産閉じてるのねみたいな話をしていたので、この辺の技術がもしかしたらちょっと、変わってくる可能性はありますね。はい。これはインゴさんだけでできるのかもしれませんけど、つまり今ってマインが紙を作って、でそれを乾かして、で多分カットした後に印刷して、で縫い付けてると思うんですよね。おそらくなんですけど、めちゃくちゃ綺麗すぎるから髪の形が固定化されていてね、乾いた時に多分ずれたりもするけど、多分カットした後に想定してると思うんだけど、多分この手順を飛ばしてまだ完全に長方形じゃない状態の紙に印刷ある程度きれいにね、できるようになったらですね、多分のりとかを使ってこの縫い付け仕事ものりで固めるみたいな感じでですね、大量生産できると思うんですよ。で、仕上がった紙のね、本の状態のやつを、3隅をですねカットして落とすことによって大量生産ができるようになりそうな気がするので、この辺誰かがまた関わってくる可能性はね、あるなと思ったり、あとガリ版の方がね完成したら多分お絵描きする人が、加わるのかなというふうに思うとですね、ちょっとグーデンベルクメンバーのね未来に思いを馳せるのも、面白いのかなというふうに思いました。はい、ちょっとだいぶ話が脱線してしまいましたね。はい、ちょっと戻りますね。よいしょ。デリアの話ですね。やっぱり今回に関してはやっぱりすごく複雑性のあるキャラクターとして書かれていて、前回も自分そうだよね、新館長に不信感持つのってデリアにとってはめちゃくちゃ真っ当だよねと、視聴者的にも満員的にもね、そんなに新館長に不信感持つって、言うけど、そうなんですね、新館長が今までしてくれていたことを全然知らないから、本当に定期的に満員を呼び寄せて、なんか寝室の方に呼び寄せてお説教するね、満員も途中までお説教おじさんみたいに思ってたので、そういう意味では多分めちゃくちゃ印象悪いやなという形になりますし、はい、ただデリアはやっぱりそのそば使いとしての領分をややちょっと踏み越えてきてしまってる部分はありますよね。うん、家族に対する思いっていう意味で、その弟ができたことですごくそこに愛情を注ぐようにはなったんだけど、それに対するこう思いが暴走してしまって、そば使いのラインを超えてしまっていたりだとか、配慮が足りなくなってしまっていることは、あるようです。はい、で実際ねこの辺がね難しいんですよね。前に対しても結構不義理というか無礼というか筋が通っていない行動をしてはいるんだけど、それを自分があまり自覚していずに、前もそこを指摘はうまくできていない形になってます。この辺ねすんごい絶妙で、なんかデリアが悪いというよりは、この貴族同士の表側ではね本音を話し合えないようなね、関係性というかね、この構造のある意味犠牲者的にもなってるのかなというふうに思いました。はい、やはりねこうデリアを切るしかないといったフランたちのね、判断は納得いってしまいますし、どうしようもないなと思える部分にはなりますからね。ただ個人的には結構マインはマインで気が利くなと思ったんですよね、今回の話に関しては。見食いの話まではできないじゃないですか、その新館長とも話がしてるので、だからなんで養子の話になったんですかみたいな話になった時に、嘘はつかずに、ただ本当のこともうまい具合に隠しながらデリアにですね、こう養子のね願いと、そしてデリアがですね、熱心にディルクのことを見てくれてるからよろしくねっていう風な話で、うまい具合に話を持っていったんで、なんだかんだでそのマインは頭の回転はいいんですよね。その一部のことになった時に暴走するだけで、ちょっと貴族的な振る舞いというかね、言葉の選び方なんかも身につけていてですね、マインはなかなかにね起点の利く役回りを今回したなという風に思いました。その分ねちょっとね緊張感があって、今回言ったらこのハイディのトンチキさが個人的にはすごく癒しになっていたかなというふうには思います。はい、そしてですね、なんていうかそのデリアはやっぱり至らぬところを認識できていないので、フランたち的には着るのが得策だろうというふうには思われましたし、そのあたりマインのデリアにかけてあげる言葉的には限界だったのかもしれません。結局デリアとディルクのね身を案じてるマインに対してですね、あなた自分のこともね一番にね、大事にしてくださいってね、あなたに危機が迫ってますよっていうところで、マインの気持ちを汲み取りながらもマインのことを一番に心配するフランっていうのは、もう立派にマインのそば使いをねやってるなというふうに思いました。はい、この辺はねやっぱりねその一概にデリアが悪いという見方はねできないところがね本当に難しい。特にそのギルとデリアって同じようにですね、イベントこなしてはいたんですよね。結構セットで描かれることはすごく多かったんだけど、でもやっぱりその貴族神殿町側にいた、デリアにとってはですね、この貴族同士のねしがらみに飲まれる、逆にギルはそういうのが一切なかったからこそね、本当にまっすぐにマインのね、忠実なそのそば使いとしてね仕事を生き生きやってるっていう形で、ね、この辺りのこう皮肉さとね、世知辛さと辛さみたいなところがまあ詰まりまくっていた回だったなというふうに思いました。はい、結果的にちょっとデリアとディルクのね身は心配になってきます。はい、というのもね、まあそのおそらく決着がつくための準備はできてるんですよ、メタ的に見ればね、物語としては。はい、神殿町はもうものすごく追い詰められてるわけですよね。貴族を呼んでですね、おそらくはですね、料理でねパーティーをねしようっていうか、まあその祝杯をあげようと思ってですね豪華な料理を用意してたんだと思うんだけどね、服装もおしゃれしていたわけですよ。はい、でもそれを台無しにされて怒ってるわけですよね。はい、神官長めって思ってるわけです。ただ、結局ですね、今回は連絡不備によってまあ貴族が中に入り込んでしまって好き勝手してる形になります。で、多分この髪の色的には多分式講座周りのね親族の関係者な可能性は高いですよね。うん、そんなわけで、彼女的には巫女見習いにもね、まあ、恨みを持っているので、さらわれたマインっていうのがどうなるかはね、かなりネガティブなものになるというふうに思われます。で、個人的にはね、このね入ってきたやつのね髪の色がね、そう式講座感あるなっていうのは分かるんだけど、もう一人ねすんごいねあるの感もあるんですよね。なのでその辺はちょっとね心配にはなりましたね。いや、これまあただ別に血縁者ではないはずなんで、灰色なんでね。ですけど、なんていうか色的に不吉だなというふうには思いました。はい。あとはまあ神殿長が持っていたね、その黒い何かに関してもですね、おそらくは何かの魔術具的なものなのかなというふうには思いますが、これでねやっぱ心配なんですよ。で、何が心配って、例えばこうマインだけがさらわれたんだったらまだね、一応ジルベスターからお守りもらってるじゃないですか。で、まあ2期の時にですね、まあ、これとは多分違う役割だと思うんですけど、指輪がね連絡手段になってですね、助けてほしい人に連絡を伝えたみたいなね、描写もありますから、多分マインだけだったらなんとかなりそうな気はするんですけど、それこそ今回そのトゥーリも一緒にねさらわれちゃってるんですよね。で、ダームエルが異常に気づいて振り向いた時点で、どっちの袋にマインが入っているのか分かんなかった気がするんですよね、タイミング的に。だからトゥーリだけ救えたとしても、そのマインが触られるパターンもあるし、逆にマインを救えたとしてもトゥーリが触られたままだと、それはマインにとっての弱点になりうるので、でさらに言うなら今回ね、デリアもですねディルクもですね、多分ただじゃ済まないんですよ。ディルクはおそらく未軍兵みたいなね、すごく不利な契約を結ばさせられてしまう流れが完全に見えていますし、またデリアは多分成人するまでね一緒の部屋でみたいな話をされてはいるけど、そうはきっといかないでしょう。成人するまでっていう話で、多分まあ、ディルクのお世話をずっとある程度させられて、その後は多分売られてしまう流れなんじゃないかなというふうに思います。はい、なんか人の良さそうな顔をして悪巧みする神殿長ね、そういえばこういうやつやったなっていうところがね綺麗につながってきました。はい、そうなんですよね。だから神殿長側との決着は絶対つくんですよ。神官長がそのね裏を取るみたいなことをしてですね、神殿長を追い詰めるためのプランは進んでいたので、なんとかなりそうな気はするんですけど、でもマインとトゥーリとねディルクとデリアットって考えるとですね、誰がすごく悲しいことになってもおかしくはないんですよね、話としては。ですのですごく、心配になるというかね、次回が気になる形にはなっています。はい、そんなわけでね、いやものすごいスリリングな回だったなというふうに、そんな感じになってます。まあ関係ない部分としてはですね、めちゃくちゃ今回赤ちゃんの描写が細かいというか、仕草がすごくよく分かって可愛かったですね。はい、デリアが、まあ、ディルクにね終身になるっていうところもねすごくよく分かる部分にはなってましたし、またですね、同じようにですねカミロに関してもですね結構細かく動きを、描いてくれていたので、なんかマインがそのために頑張ってるよっていうところをですね、なんかすごく納得感があってね、見ることができました。ちなみになんでマインの顔を見て泣くかはちょっとね分かんないですね。なんかディルクも泣いていたんですけど、例えばこう身食い同士でね魔力を感知して泣いてるんやったら分かるんですけど、まあ、両方ね泣いてしまうんでね、ちょっとねマインのなんでしょうね、顔がトンチキな顔してるからですかね、ちょっと分かんないんですけど、はい、そういうわけではあります。あとまあそうですね、門番の連絡系統もなかなかリアルだなと思いましたね。まあ、新艦長の命令をダームレルが受けて、ダームレルの命令を伝言という形でギュンターが受けて、ギュンターが各市長に伝令をするんだけど、その市長側から各、門番たちには連絡は行ってなかったっていうね、このなかなかいろんな経路を介さなければいけないからヒューマンエラーを起きてくるよねという、形にはなっています。はい、この辺ねちょっとリアル感がありましたね。まあ、この後今後まあ同じことが起きないためにねいろんな体制が引かれるのかなというふうには思うんですけど、はい、いろいろイレギュラーが重なってくるとこういうことは起きるよなというところで、まあ、ちょっと面白かったですね。はい、まあなかなか笑い事ではないんですけど、はい、そんな感じにはなります。まあそのわけで皆さんの感想も教えていただければというふうに思います。はい、それではここからはですねコメントなどを絡めながら雑多な話をしていきますので、よろしければお付き合いください。やっぱりね今回ちょっとマインのその頭の良さというかね賢さみたいなのを絡めてのその成長みたいなものがね、少し見えましたので、まあそういう意味では今回はすごくハイディが癒しでしたね。めっちゃトンチキでなんだかんだでずっと緊張感のあるシーンだったんだけど、ハイディのシーンはねかなり癒しがあったかなと思われますと、まあそんなことはね、置いといて、まずチャンネルとしましては、先週末にですね一応アニメ3期の中で話の中心には上がってこないんだけど個人的に注目してる人物についての動画なんかを出しました。やっぱりアニメの3期をねもっとね楽しんでいきたいしね、もっと注目してね、楽しいものを探していきたいと思ってますので、こちらまだの方はよろしくお願いします。はい、こんな感じでねなんかねあんまり自分が詳しく分析できなかったり話がすごく連続性があるからなんか〇〇についてっていうのを捉えてその特別考察動画みたいなのを出すのにもね、なかなかにね難しいんですよね。そんなわけで、まあ、個人的な動画にはなってますが楽しんでいただければ幸いです。こういう動画作ってほしいとかもあったらまた教えていただけると嬉しいです。でこれまあ特に関係としてはないんだけど、今回その定着液を使うことによって色が黒くならなかったっていう描写があったじゃないですか。でこの辺りがなんかそれこそ鉱物と油が反応して色が変わっているというね現象ってなんとなく料理におけるその毒の入ってる料理と銀食器の関係にも近いのかなというふうに思いまして、鉱物が何かに反応するという世界観としてはまあある意味我々の世界における銀とかが毒と反応してるのに近い何かが起きてるのかもしれないなみたいなことを思いました。そういうふうに言うとですねなんかこの世界におけるその料理の貴族における料理の常識みたいなのがちょっと興味深くなりましたね。いつだったか忘れたんですけど新館長がその一緒に朝食に招待してあげようみたいなことを言ってたんですよね。なんかそういうシーンが今後出てくるんやとするともしかしたらなんかそこに近いような歴史がね、深掘りされたら面白いかなというふうには思いました。ちなみに今回新殿長がね、まあ、貴族を招いてね一緒にご飯しようと思ってねワクワク待っていた時の料理並んでいた料理は、新館長が新館長とダーメルがね食べていたものとね同じでしたので、はい、この辺りなんかこう貴族の間で流行ってる料理なのかもしれませんね。はい、コメント関係としてはですね誓いに関していろいろねコメントいただきました。はい、描写としてはですねやっぱりどの誓いをどっちの誓いをどう使うみたいなことを明言はされていなかったので、はい、まあどうやらね、男子寮の誓いはある程度攻防的な役割になっているんだなっていうところと、女子寮の方の誓いに関しては、まあまあ、子供たちの面倒を見るようなスペースになっているのかなというようなところがまあ今これからね今後もね描かれていくと思いますので、どういうふうに神殿のね中のですね孤児院たちがね利用されているのかっていうのを見ていきたいなというふうには思います。はい、あとですねヨーロッパとかの文化圏においては、グランドフロア、地上階我々の考えてる1階のことをグランドフロアって呼んだりして我々の思ってる2階のことをですね1階と、呼んだりするので、この辺りもちょっとね、混在する場合もあるのかなというふうには思いました。で誓いっていうのは基本的にはまあその部屋のほとんどが地下部分になってるようなね、そういう部分ですので、窓なんかはねない形になっています。はい、この辺なかなかにそのヨーロッパの文化圏でいうと1階とか2階という言い回しとですね誓いが、混在してもしかしたらややこしくなる、可能性もあるんで気をつけていきたいなというふうに思ってます。他にもですね、トロンベやタウの実に関してのですね、仮説なんかもね、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。この辺は明言されてない以上ね、いろいろと妄想がね、楽しい部分だというふうに思います。はい。そんなわけですね、皆さんの感想も募集しておりますし、原作ファンの方のですね、原作補足コメントなんかも募集しております。まあ基本的にそのネタバレ自体を目的としたコメント以外でしたらですね、概要などを使ったり表記をね、使って分けていただければみんなで盛り上がっていけるんじゃないかなというふうに思っていますので、今後ともですね、一緒に作品を盛り上げていきたいなというふうに思っています。はい、最後までのご視聴ありがとうございました。いや、今回はすごく手に汗握る展開でしたね。もうデリアとの会話シーンからすごい緊張感があってね、ワクワクしていました。まあ、次回、ジルベスタが助けに来てくれるのかどうなのかっていうところを、まあ、ハラハラしながら待っておきたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。